外側にこう小指側に体重かかっている人はこことここに負荷が来るので、つま先を伸ばすとここが縮んで痛むし、こうすると今度こっちにいじめられてここ痛いし、だからここが悪いのではなくて、体重をかけ方を真ん中にするようにするといいのです。